暑い。はい、皆さん、ハロー。グッドモーニング、グッドイブニング、こんにちは。こんにちは、こんばんは。はい、ハティンです。あのですね、ちゃんと配信できてんのかな。はい、クソ暑いんで脱ぎましたけれども、みんな浴衣とかジンベエとか着てて羨ましいなとか思うんですけど、ないんすわ、浴衣もジンベエも。だから顔なしを着ました。はい、そんだけです。普通に行きます、こっからは。うん、はい、ということで Welcome to my キャティンスピアノライブンネピアノサマーフェスティバル。 We are doing we are doing ネピアノサマーフェスティバル which is various Japanese pianists are gathering together and do live streaming one by one in order. So yeah, before that an amazing freestyle pianist Kei-chan has performed. Yeah.Which was very nice and very cool. そして、ここから私カティンが、ライブをさせていただきますが、ね、ネットピアノサマーフェスティバルネピサマっていう、菊池亮太さんってピアニストが企画したですね、ネットピアノピアニストの配信リレーライブに、参加させていただいております。まあ、もともとね、ライブはやる予定で、というのもここでやるのが最後なんですよ、これで。後で詳しく説明するんですけど、 This is the last time to perform here because, yeah, I'll explain more detail in later. そうので、やろうと思ってたんですけど、そのいろいろね、まあこのネピ様の中でちょっとやらせていただくという、こう恐縮な感じで、その60分ね、欲しいっていうふうにイリスさんに誘われたときに、
言ったら、蓋を開けてみたら僕だけ60分だったっていう、非常になんかあの申し訳ない感じになっちゃってる。それはあの本当にあの申し訳ないです。あの本当に僕だけ60分ですいません。これは最後なんで、最後であのもう今まで使ってきた全部用意しました。Yeah. You see a lot of instrument. トイピアノ、メロディカ、ピアニカ、木魚。I don't know how to say in English. Steve. I forgot the name. ということで、やっていきたいと思いますわ。Thank you.
無理だ、息がもうやばいやばいやばい、ちょっと酸欠ですね、これはやめよう。ちょっとピアニカは危険なので封印しました。はい、Thank you. Thank you for listening. いや、すごいな。9100人って。すご。ありがとうございます。ありがとうございます。はあ、ということでね、40万人突破しました。ありがとうございます。っていうライブをね、ピサマと一緒にするなよっていう話なんですけど、ちょっと、引っ越し前どうしてもやりたかったんで許してください。はい、40万人ね。 Thank you for I've reached 400 subscribers. Yeah, I didn't expect to reach it to 400 subscribers so fast. Yeah, maybe I guess some of you are new subscribers. Welcome toテンスピアンライブということで、僕のライブはですね、初めての方も、まあ、こんな多いということは多分初めての方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、お酒を飲むのが、まあ、通例というかいつもでして、すでに飲んでるんですけど、ちょっともうね、緊張を紛らわすために お酒飲むみたいな側面もありますね、これは。ということでですね、今右手と左手にお酒があるんですけど、どっちを飲もうか迷ってるんですけど、右と左どっちがいいですかねとか言ってチャットが追いついてね、が追いついてね、まあ、こういうことですわ。アルベック and スミノフアイスということで、まあ、最初スミノフからいきますか。スミノなのでスミノフです。あ、俺これの CM やりたいな。スミノなので何でもないですということで、ネピ様あと1人と思いきやあと2人ですよ、僕の後に、まあ、僕も含めて3人盛り上がっていきましょうということで、ありがとうございます。 Thank you. Cheers. 乾杯。咲夜さん、岡野さん、由美子さん、末さん、スパチャありがとうございます。ラブライトさんありがとうございます。皆さん本当に、ナタデココさんありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。またグビグビ飲んでしまった。今日さっき面白いツイート見たんですけど、アルコールでね、まあ、脳細胞が破壊されるらしいんですけど、破壊されるのは弱い細胞であって強い細胞が生き残るんで、細胞が少数精鋭になると、だからアルコール飲むのはいいんだというツイートを見ました。信じます、僕もそれを。 Yeah! リクエストお待ちしてます。あ、菊池さんありがとうございます。乾杯。
いや、ちょっとはしゃぎすぎましたね。ちょっと落ち着きます。落ち着きを落ち着きを、はあはあ、いやいや、僕すぐいやいやって言っちゃうんですよね。ちょっと直したいんですけど、はい、ということでですね、ティンコティンコリロスター7 levels of ティンコティンコリロスターです。すごい最近の伸びの理由の大部分はキラキラ星がすごいなんかたくさん再生されてさせ再していただいていることなんですけれども、 So maybe some of you have got to know me from the video of this Tinko Tinko Little Star. そうですね、今ちょっと英語もねちょっと頑張って話そうとしてるんですけど、I'm not so good at English, but I try to speak in English as much as possible. Cause, yeah, they are not only Japanese, but also a lot of people from all over the world. I guess, はい。ので、ちょっと日本語だけだと申し訳ないので、英語も一緒に喋ってるのですが、ちょっとあれですね、まあ、こいつらもそうなんですけど、猫その辺にいないかな。いないな。いや、ね、トイピアノ、ピアニカ、木魚、まあ、あとはといえばやっぱミャオじゃないですか。いや、知らない方ごめんなさい。バッドガイっていうね動画を、あ、チェロだけいた。チェロと言います。うん。そう、この場所でやるのが最後ということは、猫たちが出演するのも最後なんで、ちょっと出演してもらおうかなと思って、ちょっと呼び寄せてみました。あ、行っちゃった。行っちゃったよ。プリンを連れてきてくれた。プリン。こっちがプリンと言います。うん。ミャオ、ミャオって言ってミャオって。ミャオ。言わない。めっちゃ毛ついたし、うん、まあいいやという2人でしたっていうだけです。ちょっと多分最後かなと思うんで、あれ、なんかなってる、はい、ということでちょっと、うん、ちょっと弾きます。
Thank you. いや、あの、コインのワルツと僕が作った、最近作った、オンネコのワルツという曲でございます。あの、もうちょっとうまく弾き直してね、YouTube にいつかあげますので、皆さんぜひ弾いて、その時は弾いてくだされば幸いです。すごい、1万人だ。1万人、1万人、うお、うん。なんてこった。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いやー、ネピ様ってすごいですね。本当にもう、ネピさん企画してくださって本当にありがとうございますというか、本当にいいイベントだと思います。あの、僕、朝からずっとっていうか、まあ、準備とかをしてた時間もあったんだけど、見れる限りほぼ見てまして、すごい楽しいですね。いろんな方の配信をこうバーッとこう、一気に一日で楽しめるっていうのはすごいすごい楽しいですね。あの、皆さんも今楽しんでくださっていただけたら幸いでございますが、ちょっとね、喋れないんだよね舌が今、さっきから炭酸水しか飲んでないんだけど、熱すぎるんですよね。まあ、ちょっとあの、ここらでアードベックも飲みつつ、あの、ちょっと後で話すって言ったことを話すんですけど、さっきね、引っ越しをします。はい、引っ越しをします。 I will move to other place、next month。 乾杯、2回目。あの、まあ、今ここ実家なんですけど、まあ、リビングで やっていてですね、まあやっぱりね、あの、リビングって生活場じゃないですか。でも結構もうずっとピアノ使って、こう、何、 YouTube 用に音取ったり、こうやって配信したり、まあ、練習したりしてるわけですけど、で配信とかね、こう録音とかすると、まあ、静かにしてって家族に言わなきゃいけないわけですよ。もうちょっと、まあ、だから、まあ、いつまでもはいられないよなとこう思いつつ、まあ、全然いてよとか言うんですけど、親とかは。まあでも、あとね、猫も鳴くし、すぐ録音中にミャーとか言って、うわー、撮り直しみたいな、何回あったことかまあ可愛いからいいんですけど、だから防音室付きのスタジオが欲しいとずっと思ってまして、スタジオって言うと業務しいな、なんか防音室付きの家に引っ越したいなと思ってて、見つかったんで引っ越します、来月から。ので、このスタイミングを持って僕は別の場所に引っ越すことになりました。ので、これが今日が最後である理由です。 This is why、yeah, so、I will move to other place next month, so yeah this is the last time to perform here, maybe not last time, I don't know、 いつか戻ってくるかもしれませんが、まあでもその拠点を移すということで、一人暮らしですよ。初めてのじゃないんだよな、留学をしてたので、パリに、あの、2年前ぐらいにね。まあいろいろなことを頑張ろうと思います。はい、
8月はね、いろいろこう免許だの引っ越し準備だの、まあ、あとねレコーディングはなぜかいろいろあってとか、全然 YouTube 上げれてないんですけど、すいません、すいませんっていうか、上げるんで、9月バンバン上げるんで、僕マジで楽しみにしててください。いくこさんありがとうございます。あともういつでも配信できるということは、配信し放題なんで、カティンラボの方で練習配信とかね、アレンジを考える配信とかもやりたいと思ってるんで、よろしくお願いします。ラボメンバーの方々は、知恵アロハさんありがとうございます、ワーミーさんありがとうございます、皆さん本当にありがとうございます。はい、ということで、ちょっとゆったりから始めたいんですけど、免許は仮免は取れました、本免はまだです。超季節外れ。はい、では弾かせていただきます。
セミの子供、うん、多分どっかでね、レッスン室とか2階だかで僕の母が見てると思いますが、本当に今までありがとうございます。今までっていうかまだまだだけど、今までありがとうございますということです。はい、という感謝の気持ちを込めて、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、あの僕の枠はこれでね、そろそろ終わりとなりますが、次は誰でしょう。ヨッシーさん、ありがとうございます。トナーカイさん、ありがとうございます。菊池さんにね電話しようと思ったんだけど、急遽参加決定しました。ヨミーさん、ちょっと電話かけていきたいと思います。いや、あのね、これね、ピサマ発表されたじゃないですか。なんでヨミいないんだろうって最初は思ったけど、やっぱり参加してくれましたよ、ついに。ということで、かけていきたいなと思います。出るかな、出んのかな、ちょっとあのあんまちゃんと段取り踏んでないんだけど、出てくれ。
あ、もしもし。あ、準備してる？あ、ごめんごめんごめん、忙しいところ。ということで、弾丸ネピ様参加のヨミ君にちょっと今からつなぎたいなと思うんだけど、調子はどうすか？スピーカーにした方がいいね。今聞こえてました？せっかく通話してたのに。いや、今ね、マイクにつけてたんだけど、あんま聞こえてなかったかも。ごめんね。ちょっとね、今ちょうど準備が終わるところだった。びっくりした。誰やと思ったら勝手に通話。いやー、そうなんですよ。すいません、電話かけてもらってありがとうございます。ので、楽しみにしてるんで。あ、いまなるす。ほど。このつなぐ時の通話みたいな感じだったんですね。まあ、なんか俺が勝手にやってるだけなんだけど。あ、ありがとうございます。カティンさんさ、僕ちょっと帰り、カティンの配信、電車とかで見てたんだけど、カティンさん、今日トイピアノとかで結構いろいろセッションしてたじゃん。ピアニカとか。いやー、また一緒に弾きたいっすね。いや、もうぜひ弾こうよ。引っ越しするって言ったじゃん。しばらくはもう何も影もクソもないんだけど、ぜひね、遊びに来てよ。いや、行く行く。います。でさ、俺ちょっとね、思ったの、そのトイピアノとか見てて思ったんだけどさ、時間過今ぎてる俺けど大が、丈夫？大丈夫？ 8 分ぐらい、8分じゃ間違えた。8小節ぐらいさ、散歩これで弾いてさ、 LINE のスピーカーから出したら、カティンさんだったら合わせられるんじゃないと思って。LINE のスピーカーで合わせる？ラグ俺が。がこっちで弾いて、カティンさんがそのスタンウェイピアノで、まあそんなに時間はないけれど、8小節ぐらい合わせたらできるんじゃないかなと思って。いけるんかな？ラグ、どっちかが聞かなきゃいいってこと？そう、俺が聞かなければ、カティンさんの方の配信はスタンウェイとこの音と乗るから、一瞬だけ合奏ができるんじゃないかと思って。おお。それ今やるってこと？俺が今8小節だけ弾きます、時間ないから。オッケちょっとやってみて。ー。オッケ片手でさ、スピーカーマイクが当てて、ピアノ弾いたらちょうどよくなると思うんだよね。俺タイピいアきノで弾けばいいまの？す。そう。オッケー。できどうでした。た、皆さん。できた。多分できてます。すごいって言こんわなれこてとるがかでら。きるんだと思って。いやー、ありがとう。あ、もうちいいょっね、といいね、いいね、いい電ね。話来たんでやってみたかったっす。ナイスアドリブ。ということで、はい、ありがとうございます。おつなぎします。じゃあ、いきます。頑張ってください。ということで、Thank you for listening. Thank you for watching my live stream and see you in the next video. See you in the Yomi's live. じゃあねー。